ユニットへレベル4の出動を要請。場所はフィスクタワー。フィスク。ハンマーの出番だ。オッケー、一丁上がり。それじゃあユリ、ユリ、防衛はどこ？さっさと上空を封鎖して。ユリ、お待たせ。ビルから脱出されたら終わりよ。それじゃあ僕も。好きにして。やった、今日こそ決着つけてやる。やっほー。ねえ、どこ行くつもり？行くよ。ほら、行け。エレベーターを止められた。階段で行くぞ。階段なんて面倒じゃない。どんだけすごいセキュリティ入れてんの。最新のカーネルパッチ当ててないの。サーバールームで隠れるのか。スパイダーマンがおじぎづくとは。自分こそ履歴消去に必死になってなかった。どれだけ年を取っても貴様は無知な小僧のままのようだな。確かに、でもそれが僕の魅力だろ。貴様、さっさと扉を破壊するか。いいぞ、進め。どうも、フィスクは爆弾使って逃げるつもりだ。閉じ込められたんだ。君は彼らを、爆弾は任せろ。みんな平気？応援を呼ぼうとしていたところだ。僕がその応援。先に行け。後ろからついていく。聞こえますか、ボス。自伝でも書くの？スパイダーとマンの間のハイフン忘れないでよ。ヘリを用意しろ。すぐに行く。まさかここまで来るとはな。だがおふざけもここまでだ。まだこっちから丸見えなんですけど。8年も貴様に耐えてきた。僕のために感激だな。
スはそんなバカな。ねえどうかした？怒ってるの？貴様殺してやる。貴様はこの町に救う忌まわしいガンだ。それはこっちのセリフだね。仲直りのキスする？おっと残念。待ちに待ったライカーズ行き。あそこにはあんたの敵がうじゃうじゃいるってね。貴様はこれが何を意味するかこれっぽっちも分かっちゃいない。おっと行かなきゃ。それじゃ幸運を。せいぜい頑張って。バカめ、俺様が町の秩序を守ってきたんだ。ひと月後貴様は今日のことを必ず後悔するだろう。遅れてすみません。すごい。始めてたんですか。じきに委員会のトップがやってくる。心配するな、開発したのは私だ。一人でやれるよ。制御装置か。あ、まずい。あ、止めた方がいいんじゃ。まだだ。博士！博士、怪我は？また失敗か。だがあと一歩だ。怪我は？いえ、全部僕のせい。そのエネルギーレベルが予想以上でね。だが言い換えればこれも研究が進んでいる証だよ。そんな風には見えませんけれど。本当だ、次こそは。先走るのはやめましょう。場所を変えてお話できます？ピーター、今日はもう帰っていい。でもまたゆっくり話そう。禁煙したんじゃなかった？なんて言い訳してここに来るの？くだらない話し合いには飽きたって。なるほど。で、話って、パーティーにエスコートしてほしい？白黒のスーツあるの？あー、パーティーなんてないわよ。オズコープの監視システムに予算使い果たしたし。あれ便利だよね。そうね。1時間前まではシステムがダウンしたの。街中根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。ふん、スパイの仕業かもね。犯人探しはあと。今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああ、ロマンチック。信頼できる人が必要だったの。それに信号が暗号化されててお手上げなのよ。うん、やりがいありそう。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？パーカー。オクタビアス博士、それなんですか？中国料理だ。君がいると知ってたら。それは？ただの趣味ですよ。そうか、君が。なんていうか、これは隠さなくてもいいんだよ、パーカー。説明させてください。もっと早く言ってくれれば。言いたかったけど、でも噂が広まれば家族に危険が。そうだな。彼のスーツを作っていることがバレれば当然君も狙われる。
ええ、そうです。大丈夫、秘密は守る。それじゃあ私は行くよ。メールを見て。ニューヨークのみんな元気にしてる？新しいスーツ最高。フィスクの建設現場にいるんだけど、みんな建設作業してるようには見えないんだよね。じゃあ一体何を？これから調べるとこ。お、博士からメールだ。メールにスパイディガジェットのアイデアが添付されてるのか。本当博士は発明バカだな。あのリーさん、遅れてすみません。時間通りだよ。準備が終わるまで彼女の気をそらしておいて。任せて。おばさん、元気にしてた？ピーター、突然どうしたの？手伝う。ええ、助かるわ。ああ、確か重い荷物が。ダメ、待って。いや、つまりその後で手伝う。実はその今日はちょっと話があって。あら、そうなの？そのピーター、様子が変よ。お金がいるの？いや、まあ家賃は滞納してるけど。でもそうじゃないんだ、平気だよ。また恋の悩みね。そんな、まさか。 MJ のことは本当に残念だと思うわ。いい子だしね。だよね。でもきっと子供も可愛かったはず。ちょっと、ああピーター、何なの？ほら話して。おばさんのおかげで僕は大学を卒業できただろう。見返りも求めず、おばさんは必死に働いてきた。みんながおばさんみたいだったらなって。その通り。5年前君はここにやってきた。人助けをする私に感銘を受けたと言ってね。君のおかげでここまで来られた。今までありがとう、メイ。そしてこれからもよろしく。今日はありがとうございました。大したことはしてないよ。いつも言われるんです、一人を救えばみんなが救われる。彼女に市長を説教してもらうといいかもな。あ、行かないと。あのパーティーありがとうございました。本当に感謝してます。人がいるの、きっと持ってったのよ。あの仮面、何者だ？ここには俺たちしかいない。ファイルを見つけなきゃ命はないぞ。まずいな、バレたら彼女が危険だ。こっそり倒さないと。これってもしかして。動くな。あのさ、動くなって言われるたび守ってたら。ピーター、元気？ MJ、 ここで何してるの？そっちと同じ仕事よ。というかだった。あ、そういえばこれ君のだろ。うん、ありがとう。で、ロビーに不法侵入の記事書けって言われた？まあ、ロビーはここにいること知らないし、ちょっと前までは不法侵入じゃなかった。え？つまりね、
ああ、どちら様？どうも、メリー・ジェーン・ワトソンです。フィスクの件で取材を。クレイグとは、明日の約束だけど。私、せっかちなタイプで。私は違うわ。明日来てちょうだい。ああ、はい、すみません。ああ、クレイグ？うん、ごめん、ただ、表紙は変えないと、ダメになるかも。わかんない、あ、表現派の作品とかは？やっぱり、今日やってもいいわよ。本当に？もちろん、善は急げよ。ありがとう。クレイグ、やっぱり、平気そう。始めましょう。自動車です。英語は1を押して。ああ、クレイグ、ちょうどよかった。あなたがよこした記者、約束してた宣伝用の記事書くつもりないみたいで。いいえ、ここにいるわ。ノーマン・オズボーン。これは何？デビルズ・ブレス？一体何の？あ、何？すみません、ちょっと、あなた、ここで何を？まずい。ゾウ、どこに？そこに。把文件找出来。出口に向かってたらあなたがいて。殺されてたかもしれないだろ。自分こそさっきやられそうだったでしょ。聞いて、誰だか知らないけど、狙いはこのファイル。でも、あんなにたくさんいたら脱出できそうにない。よし、オーケー。じゃあ、あそこに隠れて。僕が悪者片付けたら、君は逃げるんだよ。わかった。会えてよかった。ああ、だね。こんな形の再会は予想外だけど。笑える。私は予想してたよ。やめて！やめろ！隠れて！うん、古そうだな。あの人に聞けばどこのものかわかるかも。それはまた後。クレイグと話した。あなたヘリテージアーツの記者どころか職員ですらないわね。そんなこと言いました？どうも、デイリービューグルのワトソンです。あなた、絶対にここで見たことは記事にしないでしょうか。教えてください。盗まれたファイルは一体何のファイル？そう、何のこと？このオークションでフィスクがこれまで売ってきた盗品については。お宅の編集長に弁護士から連絡させる。ミク？この半年のことは帳消しで。ここいつからイタリアンになったの？わかんない。でもフライドポテトは今も健在。よかった。街一番だもんね。仕事はうまくいってるの？うん、まあ。たった今、今夜のふざけた行動のことでロビーからメールで叱られた。明日法務部から呼び出したって。何度目だろう。ああ、記事を読めば分かってもらえるさ。昇進間違いなし。で、仮面の男たちどう思う？ただの強盗だろ、どう思う？うん、それだけじゃない気がする。事件の話はやめよう。それで自分はどうなの？ほら、昇進はした？まだだよ。でも大成功まであと一歩なんだ。オズコープならすぐ雇ってもらえる。ハリーに電話をすれば。わかってる。でも博士の研究で大勢が救われる。あそこが僕のいるべき場所なんだよ。あっちの仕事より大事なことなんだ。
前はそんなこと言わなかった。この半年いろいろあったんだ。どうしてここに呼び出したの？ほら、友達は夕飯一緒に食べるだろ。友達？私たちが？なれないかな、君さえよければだけどさ。重荷になるんじゃなかった？そうかもしれないけど、その荷物にはいいことだってたくさん詰まってるんだ。例えばお金に、鍵に、リップクリームも。どうして別れたんだっけ？それって引っ掛け問題？いいタイミング。また話せる。行って。お気に入りのカッポレが、あ、いやいや、カップルがよりを戻してくれて本当に嬉しいよ。やあ、ハーマン。てめえか。ああ、捕まえた。じゃあゆっくり。メモっとく。ねえハーマン、君は個性ゼロだけどスーツはかっこいいね。設計教えてくれない？今度ね。さすがね、スパイダーマン。強盗の動機は聞けた？聞いたけど、無口なやつだろ。僕嫌われてるし。あなたを嫌ってる人は多そうね。ユリはそんなことないよね。我慢はしてる。うわぁ、心温まる優しい言葉だな。ピーター、どうしたんだい？お邪魔してすみません。友達で記者のメリー・ジェーンが今輸入アートの記事である作品を取材していて、専門家の意見が欲しいんですけど。大学で専攻してましたよね。まさかあの知識が役に立つ日が来るとはな。見せてみなさい。なるほど。これをどこで？わかりません。何なんです？古い中国の仮面のレプリカだよ。久しぶりに見たな。ここにあるこのシンボルはデーモンだ。デーモン？子供の頃、父がこの仮面が出てくる怪談を聞かせてくれた。それはもう怖くてね。いいか、ピーター。この仮面は危険を呼び寄せるかもしれない。別の記事を書いた方がいい。彼女に危険が？さあ、わからない。だが念のためだ。どういう仕組み？本物の腕と同じさ。腕が動くところを想像して。ほら、やった。あの、待って、何のつもりです？安全基準違反です。おい、こら、何してる？とても繊細な機械なんだぞ。わかった、市長に直接電話する。ピーター・パーカー、おい、元気にしていたか？噂をすれば。オズボンさん。もう水臭い。君とは長い付き合いだろう。市長と呼びなさい。冗談だよ。ノーマンでいい。ノーマン、どういうつもりだ？補助の契約は安全な設備が条件だったろ。違反はこれで何度目だったかな？免除されてるだろう。私が差し押さえを食い止めてきたんだよ。でもこれを見てくれ。あなたの多大なる国家への奉仕に感謝します。これから彼らがあなたをオズコープロボティクスへお連れして、
最先端の義手を提供しますよ。無料でね。安全基準の違反は口実なんだろう。君を助けたいんだ、オットン。研究を自由に続ければいい。安全な環境でな。オズコープでか。相変わらず物分かりがいいようだな。お前は全く変わらんな。君もな。なあピーター、来年の頭にはハリーがヨーロッパから戻る。息子と君がいつも話してたビジネスを始めればいい。どうだ、またとないチャンスじゃないか。さあほら休んで。全部持ってったわけじゃない、また二人で最初から。ピーター、それは無理だ。助成金がなければ君の給料も払えない。一人にしてくれ。悪いことは言わん。他の仕事を探せ。ハーマン、元気にしてた？僕は弁護士じゃないけど、仮釈放中にまずいんじゃない？ああ、閉じ込められた。あっち向いてほいでもいい？しない？じゃあ指相撲は？じゃあボクシングね。ガントレットをデジタル化したんだ。ああそうかい。邪魔するならてめえを潰す。よし、さっさと刑務所に戻って科学の話しようね。みんなもう銀行使ってないよ。現金見つかっただけラッキー。本気でお金が欲しいなら仮想通貨がいいよ、今流行りだし。あれなんだよ。じっとしててよハーマン。降参したら守ってあげるよ。悪いね、ハーマン。自業自得だ。文字通りね。一歩でも奴らが足を踏み入れたら、お前らの命はないと思え。了解です、ボス。警備を3倍にして、デーモンに手出しはさせません。いいか、デーモンが俺たちの物資を狙ってる。すでに2カ所やられた。ボスが無所にいるからって、好き勝手に武器を奪っていいわけじゃねえ。チェックイーグル2、配置は。こちらイーグル2、待機する。自警団の侵入や違法捜査は禁止されてるって知ってるよな。知ってるけどさ。だから令状を取ってきた。俺と合法な捜査をやるってのはどうだ。それ悪くないね。あなたは？デイビス巡査だ。ジェフと呼んで。君は？ああ冗談だよ。息子が君のファンでね。それで令状があればドア壊すのもあり？それはさすがにもっと手続きが必要になるな。エレクトリックウェブ最高。ガジェット好きか？息子と同じだ。5歳でテレビ分解しやがってな。今じゃ携帯ロックも解除しちまう。僕の先生になってくれないかな。なるほど、違法なものはなさそうだな。期待外れってとこ。一見するとな。調べてみよう。何か当てでもあるの？ここは昔からある場所だ。酒の密輸にも使われてた。ああ何これ、すっごい不気味。密売人のトンネルだろうな。アルカポネの時代から掃除してなさそうだね。
コンクリートの塊が。これじゃ通れない。デーモンだ。ここにいて。何言ってる、こいつは二人の山だろ。それとこいつも。逃げるぞ、やれ。現場にいた警官はジェファーソン・デイビス巡査とのことです。巡査は軽傷を負っているものの命に別状はないとの情報です。お嬢さん、こんなとこで何してるの。そっちこそ。オークションの一件で現場の担当記者になったの。こういう事件とかデーモンの調査に専念できる。そういうこと。奴らに近づきすぎれば狙われるかもしれないんだよ。でも近づけば二人で止められるかもしれないでしょ。二人？デイビス巡査、デイリービューグルのワトソンです。ノーコメント。そうですか。でも黙っていても誰かが記事にするんです。あることないことを書いてね。君は違うのか。私は真実を知りたいだけ。そうか、乗って。さすが。嘘だろ。エンパイア衛星局 AD だ。あ、どうも。うちの外のゴミ箱から間違って持っていかれたものがあって。どこに持っていかれたか。ゴミ箱の番号。あ、ちょっと待って。64476。33番ルートだ。トラックは作業済み。そこにないなら諦めな。ちょっとねえ、待て。困ってるんだ。トラックの場所だけでも教えて。ああ、わかったよ。多分バワリーとグランド通りの角にある車庫だな。わかった。ありがとう。ありますように、ありますように。やった。無事だといいけど。ネットから通知だ。MJ の記事が出たみたいだな。他を当たった方が良さそうだな。仕事で忙しいだろうし。もらえないよ。取っておきなさい。ちゃんと返すよ。すぐにね。次からはすぐに言うのよ。あなたは本当に弁そっくり。変なプライドは捨てて、自分もただの人間だってことを受け入れなさい。マーティン。お邪魔するよ。しばらく街を出ると伝えたくてね。留守の間頼むよ。任せてちょうだい。
いつ戻るの？ああ、わからない。あの、大丈夫ですか？前から計画していた個人的な用事を済ませたくてね。じゃあ、留守の間ここを頼むよ。私の両親が詰まった場所だ。さてと、忙しくなりそうね。コンソリデーテッド運送。ジェフ、着いたよ。状況は？探しますよ、皆殺しにしろ。デーモンがフィスクの縄張りに乗り込んだみたいだ。任せていいか？もちろん。目的は果たしたんだ。殺す必要ないだろ。今日からここは俺たちの縄張りだ。気が早いな。やあウィリー。貴様、そのつなぎイケてる。痩せた？貴様引き込んでいろ。待って、デーモンは誰の手下？部下を救えば教えてやってもいいぞ。まで乗せてくれない？この仮面超かっこいい。どこで買ったの？おい、ダメ。そっか、どうも。ねえ、オンラインで買える？ごめん。ユリ、悪いやつ捕まえたよ。ただ、何なの？はしご持ってきた方がいいかも。おい、マイルズ。そこのミーハー。ほら、あそこが入り口よ。正面で見てるわね。ずいぶん大勢集まってるな。心配ないわよ。最後にスピーチしたのは高校の時だぞ。しかも成績は C-。 もう、これを見たら先生も喜ぶわよ。ね、大丈夫だって。スパイダーマン助けたんだよ。父さんもスーパーヒーローの仲間入り。スーパーヒーロー？父さんはただ諦めが悪いだけさ。うん、行きましょう。
ようこそ皆さん。オズボーン市長にご登壇いただく前に私からも一言。ニューヨークの街を支える模範的な市民の皆さんに心から感謝。ギャングの構想は一件落着。それでは市長にご登壇いただきましょう。ああ、まだやり残してることはあるけど。やり残し？ああ、コンソリデーテッド運送って会社のトラックが現場から逃げてさ、なんていうかこうすっきりしなくて、うん、式典終わったらお茶しながら考えてみる？ああ、うん。どうもありがとう、ジム。君の見事なスピーチの後だとプレッシャーだな。ご存知の通り、デイビス巡査はヒーローです。やっぱりお茶じゃなくて夕飯を食べるっていうのはどう？君の家でさ、僕が作るよ。じゃなかったら変な気を使わなくていい場所で至って普通の食事でもする。プロの料理でね。彼の責務を超えた活躍とその素晴らしい勇気を称え、ジェファーソン・デイビス巡査にニューヨーク市警名誉勲章を市を代表して授与します。お電話です。今手が離せないんだがね。緊急のようで。わかった。おめでとう巡査。ああ、感謝します、オズボーン市長。今日この勲章をいただけたのも我が妻リオと息子マイルズという愛する家族の支えがあったからです。もしもし。ずっとこの時のために生きてきた。誰だね。数日のうちに貴様の会社、この町、そして愛する者全てがこの世から消える。たとえ人々が泣きすがろうと、貴様にはもうどうすることもできない。誰だか知らんが、こういう脅迫は慣れっこなんだよ。何が望みかはっきり言ったらどうだ。貴様の苦しむ姿だ。よくやったな母さん。母さんは平気よ。怪我はしてない。僕は平気だよ。大丈夫。本当に平気？私は大丈夫。平気だから心配しない。ねえ母さん。愛してる。父さん探してくるよ。ダメよマイルス。ダメ。
そうだ。待て、ルーダー、やめろ。やめろ、用は済んだ。行くぞ。父さん、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 嘘だろ。目を開けて、父さん、死なないで。残念だったね。あなた誰？僕はピーター・パーカー。あの時視聴者にいて。なあ、初めて話すけど、でも君の気持ちはよくわかる。あ、いや、そう言いたかったんだろう。違う。それともいずれ時が癒してくれる？神様が見守っててくれるとか。そうじゃないんだ、僕はただ力になりたいだろう。ごめんなさいね、私も途方に暮れてて。また新人？おい待て、俺の獲物だ。そうかい。このクズ野郎を殺して。ちょっと、そういうのはこの町じゃルール違反だよ。コード SM1。 ちょっと待った、その前にさ、自己紹介しない？コード SM1、 コード SM1、 指示を待つ。了解、コード SM1 目視した。シルバーバードを待て。決まってる、80点ってとこ。今のは90。話してあげて、彼は味方よ。ユリ、説明してくれる？彼女はシルバーサブリノワ、セーブルインターナショナルっていう警備会社のトップよ。オズボーン市長に雇われているの。市長が軍隊飼ってるってこと？今度我々の邪魔をしたらこの程度では済まないぞ。行って、後で連絡する。
ピーター、リーさんが留守の間おばさんが切り盛りするならおばさんの仕事は誰が私よ、いつも人手不足なの。いい人いない？一人いるよ、マイルズ・モラレスっていう子。聞いたことある名前ね。お父さんが名誉勲章を受章して。ああ。葬式で話したんだ。頭のいい子でさ、でも落ち込んでて。昔の誰かさんみたいね。あの時は忙しくすることで気が紛れた。だからあの子も。これお母さんの番号。ありがとう、電話してみる。ねえ、リーさんから連絡はあった？いいえ、なぜ？別に、まだ仕事まで時間あるし、何か手伝えることがないかちょっと見てくるよ。あら、別にいいのよ。いいから手伝わせて。ピーター、リーさん確か出張中じゃ。探し物は見つかったかな？マーティン、戻ったの？持つよ。ありがとう。残念だがまたすぐに立つんだ。荷物を取りに来てね。視聴者のこと聞いたでしょ？ああ、気の毒に。ピーターもいたの、無事でよかったわ。オズボーンの集会に？彼のファンだったとはね。まあ二人とも無事で何よりだよ。本当に？犯人はまだ捕まってません。また何かしでかすかも。君やメイが心配する必要は何もないだろう。余計なことに首を突っ込まない限りはね。それじゃあもう行くよ。いつ戻るの？全て片付いたらね。ちょっと待った！これって…貴様！全てノーマンのせいだ！奴のせいで！博士の一票を失ったのは確実。すみません、つい空気を読まずに趣味の悪いジョークを。今のはなかなか笑えたよ。私こそちょっと大げさすぎたな。いえ、気にせずに。博士は休んで、僕が片付けと次のテストの準備をしておきます。聞いてもいいですか？市長と昔何があったんです？大学でラボのパートナーだったんだ。意気投合してね、一緒に会社を始めた。世界を変えてやるぞってね。だが違う世界を夢見てたんだよ。え、創立メンバーだったんですか？オズコープと呼ばれるのには訳がある。大学院で私たちはオーズと呼ばれてた。それにコープをつけただけ。覚えやすいだろ。なぜ辞めたんです？ノーマンは遺伝学に執着するようになった。私の倫理に反するプロジェクトを立ち上げ、しかもそれがとにかく裁判沙汰になって、示談と引き換えに会社を去ったんだよ。その金もすぐに底をついて、以来助成金頼みだ。このプロジェクトが失敗したら必ず成功します。これ直してきますね。コーヒーを入れてくるよ。いや、今度は君がやってみなさい。
うまくいった。次は神経インターフェース。博士一人でやるなんて無理ですよ。本気ですか？今日の大失敗を考えると無理だな。僕ならまだフリーですよ。ただ働きだぞ。分かってます、そのことは気にしないで。世界を変えるんですよ、小銭なんてどうでもいい。共に世界を変えよう。ピーター、ねえ聞いて、大ニュース。あなたがくれた住所行ってみた。 MC 分かってる。でもこれ見て。これ何？まあ聞いて。ここがピーターの見つけた場所。みんな揃って銃を持ってる。ここ何なの？中身は何？ボス、頼む。リーは気づきゃしねえよ。そうだな、リック。ミスがなけりゃ、気づくもクソもねえ。ちくしょう、直すって言っただろう。大した度胸だ。どうなるか試してみろ。接口を探しとけ。GPS 発信機。トゥームストーンはなんでこんなものを？よし、野郎ども。そろそろ行くぞ。オフィスからギアを持ってこい。行かないと。MJ、どうせ二度とするなって言ってもきっと君は聞かないだろうから。ほら。次はそれ持ってって。やった、ありがとう。トゥームストーンはイカれてて無敵って知ってるよね。誰でも弱点はあるでしょ。私の場合、今作ってるその料理すごくいい匂い。チキンカレー、ああ、あとは煮込むだけ。まさか肉団子入り？あの時のことをまだ根に持ってるの？うん。かの有名な肉団子事件。ビルの住人全員避難させたよね。しかも寒い1月にご近所さんに嫌われた。うん、みんな別れたこと喜んでた。だよね。それでリーのオフィスで何が分かったの？リーがノーマン・オズボーンを恨んでるのは確か。でもなんで？まだ分かんない。でも次の計画にデビルズ・ブレスが絡んでる。何なんだろう。ええ、調べておく。思ったんだけど、チーム組まない？助手になりたいってこと？君がスパイダーガール？スパイダーウーマンだよね。違う、助手じゃなくてパートナー。ああ、またかよ。防犯システムから通知。空き巣だって。チャールズ・スタンディッシュ。うん、聞いたことある。ああ、オズコープの CFO。 待って、ねえ、これってリーに何か関係あるんじゃない？料理途中だけど。ね、もしかしてキッチンに洋服脱ぎ捨てたの？ああ。どこに置けばいい？ソファーで平気。また後でね。うん。
怪我してる。俺のことよりスタンディッシュさんを急いで探してくれ。仮面の男に拉致されて彼の家に連れてかれた。部屋はペントハウスだ。最上階。スタンディッシュだ。わかった。それでパスワードを入れろ。もう安全だよ。何を狙ってたんだ。ただの財務記録だよ。デビルズブレスの。なぜそれを。なんで狙ってるんだ。私にもさっぱりさ。オズボーンさんがずっと出資し続けてるが誰にも話していないんだよ。記録を持っているのは私だけだ。今日まではね、記録の一部をサーバーにコピーしたみたいだ。給与情報、アイザック・ディレニー博士、何者？給料のこと以外は本当に何も知らないんだ。さあ早く来い。マスター、エレベーターは？捕まえた。大丈夫？ああ、平気だ。そうか、よかった。いや、ここのエレベーターシャフトすごく頑丈だね。やあユリ、無事なの？うん、でもセーブルたちの邪魔が入ったからあんまりスタンディッシュから話聞けなくってさ。一体何事？彼の口を封じられればそれでよかったんじゃない。デビルズブレスのことを知ってるからか。そう、一体何なのか知らないけど。今調べてる。糸口掴んだかも。糸口？警察みたい。それってもしかしてスパイダーコップ？あ、ユリだよね。ハロウィンパーティーか。着替える必要なし。すみません、ディレニー博士ですか？ああ、スパイダーマン、我が式典に。だが、こよいが捕まりませんよ。やられた、スモークだ。これはまずいぞ。捕まえた。ちょっと、何するのよ。一週間かけて作ったのに。ディレニー博士を探してて。彼なら会場にいるはず。あなた誰？親愛なる隣人、スパイダーマン。はいはい。あなた、アイザック・ディレニー？彼ならダンスフロアにいたよ。ほら、あそこ。白衣着たリザードだ。おっと、スパイダーボーイか。俺の宿敵登場。また後で。どうした、弱虫スパイダー。俺の立派な角が怖いのか。おい、お前ら。なんだ。おい、待て。ちょっと、リザード。やれ、スパイダーマン。うわー、いいから落ち着け。一体何が望みなんだ。これジョークだろ。本物じゃないよな。おい、戻れ。話してやれ。誰なんだ。最近オズコープ社との共同研究を始めたな。どうしてそのこと。時間がないんだよアイザック。相手の名前は。パーティーはおしまいだ。二次会開始ってこと。ローガン・マイケルス博士だ。どう
ユリ、手を貸して。大学から銃撃の通報が入ったわ。ああ、それ僕。説明は後。今はとにかくモーガン・マイケルズ博士を探してマーティン・リーに狙われてる。わかった。接触？ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり？こっそりと忍び込む。またね、パートナー。スタンディッシュがあそこにいるはず。ガードの目を盗まないと。ピーターがくれたルアーでも試してみようかな。スタンディッシュさん。うわ、なんだ。教えて、モーガン・マイケルズ博士はどこです？リーの手先か。そうなんだろ？いいえ。殺したいなら自分でやれと伝えておけ。私はデーモンじゃないし、セーブルでもない。記者なんです。それにあなたと同じで、リーを止めたいの。ワトソン、聞いたことがあるな。頼む、聞いてくれ。博士は今バワリーにいるが、明日の昼安全な場所に移る。だがグランドセントラルの件もあるし。グランドセントラル？デーモンが話してるのを聞いたんだ。奴らはあそこから。あそこから何？グランドセントラルに何があるの？あれは誰だ？スタンディッシュさん。やば。ちょっと何なの？セーブルの部下じゃないよね。絶対違う。ごめんチャーリー。ほら、行かないと。ちょっと待って、まだ話の途中。手伝いますか？頼む。博士、話してください。とっくにバレているか。医者には神経変性疾患を患っていると言われた。若い頃有毒物質を浴び続けたそのツケが回ってきたんだろう。僕に何か手伝えることは？十分助かってる。腹の立つことに筋肉だけが蝕まれていく。脳は今まで通り機能するが、動かすものがないんじゃな。話したのは君だけだ。秘密は守れるね。もちろん。ああ、もし君がもっと将来性のある職を探してるなら。あ、僕が実現したいのはあなたのビジョンですよ。あなたが諦めるまで僕も諦めません。ここで何してる？おお、根性あるな。てめえ、いい度胸してんじゃねえか、ガキが。大人が寄ってたかって子供をカツアゲするなんて本気？怪我は？あなたスパイダーマン？ねえ、あのスパイダーマンだよね。みんなのヒーロー、スパイダーマン？ジェイムソンはそう思ってないみたいだけどさ。ねえ、勇敢だったけど、次はプロに任せるんだぞ。な。あ、わかった。でも、プロが近くにいなかったら。身長が2倍あるやつにパンチするのは危険だろ。そりゃあ僕も自分より強いやつと戦うけど、でも僕は。あ、ブルックリンブリッジのライノの時みたいに。かっこよかったな。そういうこと。相手が大きいなら素早くないとね。だろ。そうやって簡単に言うけどさ、あなたみたいに戦えないよ。じゃあやってみる？本当に？もちろん。ルール1、我を忘れないこと。ゆっくり深呼吸、
リラックス。腰はまっすぐ。敵に先手を打たせる。足を使って軸がずれたら隙をついてブン。そう、そんな感じ。オッケー。そしたら当ててみて。顎に。オッケー。いい？いつか。やば。あ、ごめん。ああ、全然いいんだ。気にしないで。その調子でやれば勝てるよ。よし、授業終わり。またね。待って、あの、ありがとう。そのいいんだよ。スパイダーマンパンチしちゃった。そこら中に嫌がる変なやつ。いいね、そのまま深呼吸してすぐに戻るよ。嘘じゃない。いや、マイルズ、ピーター、本当気持ち悪いやつだ。気にしないで、ようこそ。それで、その何すればいい？そうだな、とりあえずはここに慣れることから始めよう。みんなと話してきて。コーヒー好きが多いんだ。コーヒーね。ああ、少ししたら様子見に戻ってくるよ。それでいい？多分。ああ、ホッジズさんは平気だよ。噛んだりしない。そんなには。本当に？コーヒーは？どうも。手伝う？どうせクォークが何かなんて知らないだろう。素粒子の一種だね。ほら、例えば陽子とか中性子とかハドロンの構成要素。素粒子ね。ハマった。お前やるな。ったく、このオンボロ、あっ、くそ、このオンボロテレビが。あの、僕が見てみましょうか。ああ、ほら、学校にもブラウン管あるから僕にも直せるかも。ブラウン管？こういうのは何とか叩いてみりゃ治るもんだ。ほら、うつれ。それか、同軸ケーブルが原因かも。そうかい、わかった。好きにしな。ほら、どうぞ、ガリベン君。やってみな。今もなお、ジェファーソン・デイビス巡査を称える声が止みません。先日の視聴者爆破事件で、巡査は最後の瞬間、自ら盾となって市民を守り、英雄として殉職しました。おい、新入り、カップが空だ。巡査には妻のリオさん、息子のマイルズ君、そして弟のアーロンさんというご家族がいました。ヒーローだ。吹っ飛ばされただけで、ちっともヒーローじゃねえだろ。アーニー、マイルズと仲良くなった？新しい助っ人だよ。お父さんの話聞いた？デイビス巡査。お父さんを亡くしたばかりで辛いはずなのに、ここでボランティアするって偉いよね。ああ、そうだな。ああ、どうもな、坊主。親父さんのこと気の毒だったな。マイルズ、キッチンでおばさんが待ってるよ。おばさん、僕は行くけど、ほら見て、スケット連れてきたよ。マイルズね、はじめまして。ほら、エプロンつけて、手を洗ったら説明するわ。ねえピーター、あの、さっきはありがとう。いいんだよ。準備はいいですか博士。それがデビルズブレス GR27 だ。あれは、まあいい、気をつけろ。奴らの手に渡れば。大丈夫、我々は無敵です。ああ、そうだろうな。コード381、ケースを移動する。博士、こちらに。今のは何だ？
待っていたよ、博士。おい、離せ。平気だ。はいはい、だろうね。神が復活して全ての罪人を裁くでしょう。ごめん。無事ですか？盗まれたか？ええ、まずいですよね。かなりな。人気者ですね。解毒剤は？奴らが。ディディスコイア。何がスーパーヒーローだ。人を救うどころか事態を悪化させるとはな。貴様のせいだぞ。僕のせい。護衛してたのはあんただろ。なんだよやる気。やめないか。今はそれより市長に報告だ。彼女と行くよ。ありがとう。君は恩人だ。持っていかれた。 MJ に警告しないと。メリー・ジェーン・ワトソンです。メッセージをどうぞ。後で折り返します。また何か首突っ込んでるの？リーさん、黙って言う通りにしろ。少しでも騒げば死人が出るぞ。おまわりさん、の事務所です。オズボン市長につないでくれ。どちら様です？探している男だ。望みは？30分以内にグランドセントラル駅に来い。一人でだ。死人は出したくないだろ。私は記者なの。オズボーン市長にもコネがあるから、ここに来るようにお願いできる。時間通りに。何？まずは彼を話して。李先生、这记者说他知道怎么找到奥斯本。遵命。把他带到这边来，跟其他人分开。李先生马上就到。急ぐんだ。
オーケー、任せて。ほら、早く。あともうちょっと。やった。お疲れ様。じゃあ脱出しよう。デビルズブレスは？僕が行くよ。ダメ、パートナーじゃなかった。喧嘩してる場合。私たちが何とかしないとみんな死ぬの。君もね、そんなことはさせない。ダメ、自分で首突っ込んだし、自分で何とかする。自分で首突っ込んだって？遅かったな。遅刻まで有名なんだよね。なんであんなことをしたんだ。借りを返しているだけだ。本当のあなたはこんな人じゃないはずだ。ブレーキなし？全然余裕。この前はうまくいったのに。ユリ、1番街と42番街って工事中。どうぞ、後で折り返します。あ、ねえ、僕だよ。話したくなったら言って。メールだって会話だろ。ちょっと待った、そっちの終わりじゃないってば。頼むから言えって言って。そっか、よかった。全然よくない。考えるって何を。やっと気づいた。最悪。博士。パーカー。ちょうどいいとこに。さあ、お祝いだ。お祝い？あ、待って、アームはどこです？それすごい。でもどうやって。当該内神経ネットワークだよ。神経伝達速度はなんと7秒以下だ。脳内の信号伝達速度よりも速い。義手はもう過去の産物さ。やったんだよピーター。我々はついに成し遂げたんだ。信じられない。君の神経ウェブが成功の鍵となったんだよ。 あれはまだテスト前ですよ。もし何か起きたら。全て完璧だ。あ、ほら見なさい。
く。博士。博士、問題があるかもしれません。どんなものにでも問題はある。だがリスクなしで成功は得られん。この異形を世界に知らしめるんだよ。博士、神経ウェブが運動ニューロンを遮断していません。抑制力とか気分とか脳の他の部分に影響するかも。もっとテストをしないと。テストは十分しただろ。今までずっと自分は出来損ないだと思っていた。だが今は違う。あなたは出来損ないなんかじゃない。でもこのままじゃ精神が侵される。博士。そうか。そうだな。大丈夫。あと一歩です。そうだな。バグを直すだけだ。ほら行って。平気ですか？ああ。ありがとう。その、いろいろとね。グランドセントラル駅で行われるオズボーン市長の会見を生中継でお届けします。マーティン・リーは捕まりました。私は必ず約束を守る男です。ニューヨーク市民はじきに町の運命を変える決断を下すことになります。投票の際は今日のことを思い出してください。ニューヨークはより一層平和な町となったのです。嘘だ。今に目にもの見せてくれるわ。ピーター。あ、大丈夫？なんとかね。一人でここを切り盛りするなんて無理があるよ。誰かがやらないと。少し寝る時間が減るくらい平気よ。そういえばリーさんから連絡はあったの？いいえ、マーティンはあんなことする人じゃないわ。何があったにせよあれはマーティンじゃない。それで MJ とはどうなの？MJ とは、なんていうか、その、ちょっと訳ありでさ。誠実さ、それが長続きさせる秘訣よ。喧嘩したことは？そりゃもう、若い頃はしょっちゅう。それで、あの子には、本当の自分を見せてるの？おい、音量上げろ、聞こえない。警察は会見で、このトラックこそがグランドセントラルの攻撃に使用された装置を運んだトラックであることを公表しました。いつまで続くの？ピーター。デビルズブレスは奪われたけど、それどころじゃないの。ライカーズ、急がないと。乗って。何があったの？組織的な攻撃よ。外部の協力者がいるみたい。全ての独房棟が破られた。このままじゃじきにライカーズの囚人たちが五番街にあふれ出すわよ。ラフトは無事？そっちは無事。セキュリティも厳重だし、送電網も別になってるの。よかった。デビルズブレスはセーブルに任せる。信用するの？他に選択肢ある？まずい。シートベルト締めたら？ヤツらが。みんなどこにいる？ヤツらが俺の車に。車検証を拝見。
OK、 なんとか事態は収拾できたみたいね。ラストは平気だって言ってなかった？そのはず。行くわよ。見た目ほどひどくはないのかも。ポジティブ大好き。でも経験上見た目よりひどいんだよね。危ない！ユリ！落ちる！セーフ。捕まって！平気？ええ。パーティーへようこそ。お待ちかね、花火大会の始まりだ。おい、てめえら仮釈放みたいだぜ。エレクトロがみんな逃がしてる。私はメイン制御室に行って状況を確かめてくる。了解。じゃあ僕はパーティーへ。いやー、ダイロー、びっくりしたぜ、クモさんや。ねえ、状況は？僕、この8年で刑務所送りにした悪党たちと飛んで火にいるバカなクモか。スコーピオン、少し待っててくれる？今電話中なんだよね。捕まえた。バルザー、元気にしてたか。それじゃあ楽しませてもらうぞ。今話せないんだよね。のニュースーツ気に入った？決まってる。どこで手に入れた？会員制クラブだよ。やらなくてもいいんだよ。こっちはやる気満々だ。うわすべきことは分かっているな。成功した暁には礼を弾んでやる。行け。
その数々。終わりだ、ノーマン。化けの皮を剥いでやる。メイ、平気か？ええ、平気よ。これを配ってきて、お願い。ああ。セーブルインターナショナルが市内全域に隔離体制を敷いて各地で厳重な警戒措置を維持しています。街中では警察とセーブルの部隊が脱獄囚と戦闘を繰り広げています。一方でオズボーン市長はこの脱獄事件と病気の蔓延はスパイダーマンに責任があると公言し逃亡したと非難しています。ですが確かな証拠のない中、疫病の発生源がこのマンハッタンにあるオズコープ所有の極秘研究所だということが本市の独占レポートで明かされてからというもの、スパイダーマンへの責任転嫁だと囁かれています。市長は疫病対策センターとともに今すぐ消せていると主張していますが、それに関する証拠は未だに提供されていません。オクタビアス博士、なぜ僕のせいだ。病院から連絡があった。無断で出てったんですって。町を救わないと。まだ14本も骨折してるって医者が言ってたわよ。192本は骨折してないってことだろ。助けてくれてありがとう。セーブルにバレるかと思ってヒヤヒヤした。あなたは今や第一ターゲットらしいから。僕って本当人気者。ニューヨークはどうなっちゃうんだ。さあね、世界の終わり。変換器で建物が帯電して出られないんだ。ピーター、消防隊が向かってる。非常階段からなら行けそう。 MJ ダメだよ。お願いだから僕に任せて。ピーター、何やってるの。援護を待って。おばさん、おばさん、すぐ行く。大丈夫。窓に行って。遠すぎる。待って。みんな踏ん張って。もうお願いだから。おばさん、捕まって。怖いわ。ほら、行って。
丈夫。しっかり。おばさんは？みんな無事。 MJ、 君とマイルズがいなかったら僕は。私もあなたが助けてくれなかったらもう8500回は死んでる。まだ何回か借りあるでしょ , 笑えるねえ、心配かけてごめんね。ただいつも助けられてばっかりは嫌なの。たまには助けさせて。そんな思いさせてたなんて。まだパートナー？もちろん。ねえ、水はどれがいい？ほら、スパークリング、炭酸なし、天然水、ミネラルウォーター、どれがいいか分かんなくて。邪魔しちゃった？いや、MJ、ワトソンさんと僕は作戦を練ってたんだ。作戦？そう、町は私たちが救わないと。全員の力で。それじゃあ何すればいい？よし、一致団結だ。ワトソンさん、解毒剤を手に入れないと。オズコープが開発してるらしいけど、このままだとオクタビアスとリーに奪われてしまう。僕らが探し出して守らないと。手がかり追ってみる。マイルズ、フィーストは君に任せていいかな。何かあったら電話して。フィーストとフィーストのみんなを守らないと。ああ、もちろん。あなたは？コスチューム姿のギャングが街をめちゃめちゃにしてる。仕返ししてやらないと。よし、それじゃあ。あ、待った。電話って携帯持ってるの？ほら、スーツにポケットないし。番号はワトソンさんが。みんな頑張ろう。もしかしてスパイダーマンの彼女？だったらすごいね。ほら、探偵さん。それでどんな水持ってきてくれたの？こんにちは、スパイダーマン。ちゃんと話をするのは初めてだな。私は夫オクタビアス。イカロスなんてないんだろう。そうだ、マーティンなら一人で解毒剤を手に入れられる。イカロスは君を釣るための餌だよ。餌だって？オクタビアスと組めてワクワクしてやるわ。バックアッププランのバックアップ登場じゃ。MJ！ ピーター、大丈夫？何があったの？渋滞でさ。聞いて、リーが解毒剤を狙ってる。ヤツより先にデビルズブレスのラボを見つけなきゃ。今調べてる。市内の建築許可をチェックしてるから、ラボの記録があったら分かるはず。やったね。それじゃあまた後でね、MJ。罠ミスったのか？弱ってはおる。プラン B と行くか。あと一人だ。どうなってる？エレクトロは倒しといたよ。貴様はスパイダーマンか？
そんなにこの町が大事だというならば、私と共にオズボーンの罪を暴いた方が利口だぞ。無実の人を殺してか。私なら電力を戻せた。あなたは病気だ。それでも構わん。ノーマンが報いを受けるまでやめるつもりはない。僕がサソリみたいな格好をした傭兵ならどこにいるだろうな。貴様の背後だ。今すぐ殺したいところだ。だが私の雇い主は貴様を苦しめたがっているのでね、従うまでだ。くそ、あいつ何注射したんだ。うまくいった。僕のスーツは汚染除去にしてはちょっとやりすぎたかも。そこに置いて、マイルズが戻るまでは食事だけでも出してあげなきゃ。あら、ピーター、来てくれたのね。元気でやってるの？元気だよ。おばさんは調子は？もうてんてこまい。ああ、手伝う。ああ大丈夫？平気よ。自分もただの人間だってことを受け入れろっておばさん言ってたよね。ほんと弁そっくり。私の言葉を使ってお説教。心配しないでちょうだい。少し疲れてるだけ。マイルズは来ないの？来るわよ。救護センターに医療品をもらいに行ったの。抗生物質ってあっという間になくなっちゃうのね。おばさん、とりあえず横になって、僕はマイルズと一緒に荷降ろしと手続き済ませてくる。いいわ。でもいつか名誉挽回のチャンスをちょうだい。マイルズ、電話に出て君のことまで心配させないで。静かにしろって。油断したら危険だ。囚人だけでこんなことできるなんて。ブルドーザーが押し潰したみたいだ。これだといいんだけど。あのキシリン、ビンゴ。あいつすっごいでかいな。あれがさっきのブルドーザーだな。供給路の場所と日程は言え。警告したぞ。諸君、お詫びしよう。私の連れは礼儀知らずでね。彼の辞書には説得という言葉がないんだ。やめろ。見なきゃよかった。メイに教えてあげなきゃ。話してくれ。さっさと財布をよこせ。誰か、おい、話してやれ。いい度胸だな。暴力振るうなんて間違ってる。なんだよ、調子に乗んね。確かじゃって腰はまっすぐ。何言ってんだよ。何も言えねえようにして。
いや、やめとく。やるかって、挑発で浅すぎ。マイルズ、やっとつながった。平気？こっちは無事。あの、それよりさ、言わなきゃいけないことがあって。ライノ、弱い者いじめはやめろ。弱い者しかいないからだ、虫けら。あ、まずは話し合ってみない？それじゃライノ、そろそろ。なんでこんなデクノボーに一人前の仕事を任せるのだ。貴様、このまま負けたらどうなるか分かっていないわけではないだろう。俺が負けるって？ああ、そうさ、このバケモノめ。しばらく一緒に過ごしたらちょっとは仲良くなるかもよ。ちょっと早く閉まってよ。揃って無計画に飛び出すべきではない。それなら君はここにいろ。解毒剤はできた。私が製造の指揮を取らねば。私なしでは命がないと思え。お前が一緒にいたところでこのざまじゃないか。一人で行く。口出しはするな。第二チームスタンバイ。風に当たってくる。十番街と大聖堂、それって。やっぱり十番街と大聖堂、オズコープの記録部門、バイオ技術のラボを隠しておくのに最適。 GR27 マーティンリー事件、これ何？よし、それじゃあ始めよう。私は隣の部屋にいるよ。ほら、リラックスして薬に身を任せる。宝贝、不要担心、不要害怕、妈妈在。这个会治好你，放心。发生了什么事？我操！给妈妈呼吸！大力干！别别别！ただの試験だってはずじゃないのか？いけると思ったんだよ。すぐに止めるぞ。おい、やめろ。手遅れだ。止めてくれ。嘘でしょ。ノーマンとオッド、二人のせいでリーがああなったの。これコピーしなきゃ。何？あ！誰だ？嘘。ああ、もう早く。侵入者だ、警戒しろ。準備いい？ちょっと
と待って。もう遅い、来て。君って最強。あなたって最高。もう何が何だか、ハリーの病気にノーマンとリー、それに博士まで。うん、全部僕のせいだ。ちょっとまたそのセリフ。あなたはもう一人じゃないでしょ。フィーストはマイルズと私が、あなたはノーマンと治療薬を。ありがとうパートナー。ろ、傷つけ装備を破壊し、顧客に多額の損害を与えた。貴様を生かしておく理由などどこにある。確かに僕らは犬猿の仲だよ。でも僕らが何とかしないと、あんたの顧客がリーに殺されるんだぞ。ここで殺し合うか、リーと戦うか、どちらか選べ。仲直り？ノーマンを救うぞ。その後は保証できないがな。問題なし。リーが暴走してる。お前はオズボーンを。ここは私が。友達って最高。ガルテン・スパイダーマン、これは私とオズボーンの問題だ。リーの苦痛と怒りが力を倍増させてる。サンプルはこれしかない。やめろ、頼む、マーティン。すまなかったと思ってる。あれは事故だったんだよ。私は君を救おうとしたんだ。貴様にとって他人は道具に過ぎない。こんなことしてもご両親は戻らない。なぜ貴様はそうまでしてこのクズを救おうとするのだ。僕が救いたいのはあなたです。心に救う闇と戦うんだ。
できる。ダメだ、オズボーンに裁きを。わかるよ。けどこんなの間違ってる。驚いたかノーマン。貴様のその顔、実にいい君だな。フィナーレの幕開けだ。どこに消えた。奴の心配をしてる場合か。彼を病院へ。待って、病院はダメだ。フィーストに。主任医師はどこに。お医者さんはいません。それじゃ責任者は。一応僕。そうか、久しぶりだな。やってみよう。マスクと手袋と消毒された道具を。ありがとう。霊は回復してから言え。嘘でしょ。無事だが、休ませないと。あ、ちょっと無理しないで。
おばさんは。今は危篤状態だって。どこに行くの？夫を探し出して解毒剤を。僕には倒せないかも。そうかもね。でもピーターの力を借りれば勝てるはず。え？ピーターはあの腕を一緒に作った。だったら弱点がわかるでしょ。やっつけてきて。それじゃっと違う。これも違う。こっちかな。違う。あ、不可能を可能にした。でも破壊しなくちゃ。僕自身の発明品でね。オスコープタワーの屋上ではオズボーン市長が人質にされているのが確認できます。私は絶対に土下座などせんぞ。地獄に落ちる前に真実を告白するチャンスをやろう。そのことを言うんだ。私はやってない。そうやって全て嘘で塗り固めてきたんだろう、このペテン姫。貴様は私の会社と発明を盗んだ。さあ真実、真実か。いいだろう。貴様など私なしでは何の価値もない。それが真実だ。いい加減私には勝てないと認めたらどうだ。貴様あって人こらいだ。これからも永遠にな。やめろ。
毒剤をください。おっと、あなたの夢は人助けのはずだ。お願いです。戦う相手を間違えているぞ。だが仕方あるまい。貴様やめろ。君には心底がっかりした、パーカー。知ってた。警告しようとしたんだがな、貴様は耳を貸さなかった。知ってたのか。負けるわけにはいかないんだよ。ここで諦めてたまるか。僕だってそれは同じだ。お願いだ、本当のあなたを思い出して。あの男はもういない。お前に私は救えん、ピーター。ならば覚悟してください、博士。疲れているようだな、パーカー。疲れてなんかない。辛いだけだ。バカ、世界を変えるつもりならば、どんなに辛い決断も下せる人間にならねばならんのだ。僕も大賛成。ダメだ、やめろ。ピーター、息子のように思っていたのに。だが私が浅はかだったよ。お前も裏切るとはな。裏切る。あなたは僕のヒーローだった。あなたは人類を救いたいと願い、決して諦めなかった。それが我々優れた人間の役目だからだ。己の才能を他者のために使う責任だよ。たとえ感謝されなくてもな。愚か者たちのために正しい行いをするんだ。理解されようとされまいと。あなたは間違ってる。あなたのようになりたかったのに。裏切ったのはあなたの方だ。ああ、君の言う通りだよ、ピーター。私が間違っていた。神経インターフェースに操られていたんだ。だがまだ治せる。君とお二人ならばできるはずだ。手を貸してくれるね。やってみます。必ず博士の治療も。ダメだ。刑務所に入れられれば
腕を奪われてしまう。役立たずの体に私を閉じ込める気か。頼むピーター、今のは私じゃない。君は私のそばにいると約束した。そうだろう。もちろん君の秘密は誰にもばらさないと約束するよ。正しいことをするんです、博士。あなたが言ったように。ピーター、たとえどんなに辛くても。ピーター、どこに行く。ピーター、ピーター。このサンプルを全て使わねば解毒剤は複製できん。どのくらいかかります？数時間かそれ以上。今すぐ誰かに使ったら他の人を救えなくなる。よく考えて。薬を持ってきました。もう大丈夫。マスクを外して老いの顔は見たいわ。知ってたの？だいぶ前からね。心配すると思って。したわ。でも誇りに思ってる。きっとベンだって大勢の命を救ってきたでしょう。僕はどうすれば。分かってるでしょう。Thank you.
それで。どうも、現地レポーターのメリー・ジェーン・ワトソンです。おめでとう。ありがとう。できると思ってたよ。仕事は見つかったの？あ、いや、でも。すぐ持ってくるわね。どうも。いいえ、全然違う仕事をやろうかと思って。ん？ほら、シェフなんかいいかなって。ごめん、でも、あなたは科学者でしょ？しかも優秀。最後のプロジェクトでタコの怪物作って街を破壊しかけただろ。だから。ええ。まあ、チキンカレーの腕前は確か。だろ。肉団子は修行中。キャンプ行くの？ああ、引っ越し先に入れるのは1週間後だし、ちょっとマイルズのところに居候するんだ。ああ。ねえ、うちだっていつでも歓迎だけど。その気があるなら。いや、じゃなくてその気はある。あ、その気っていうのはあっちのその気じゃなくて、ほら、本当にいいの？私はずっとその気。僕も。僕はプロじゃないけど、あの聞き方はすぐバレるよ。緊張しすぎかな。それじゃあこれどこに置く？ああ、ここでいいよ。オッケー。ねえピーター。うん。相談があるんだけど、母さんには言えなくて。何？それが最近ちょっと体が変なんだ。ああ、あれね。なんていうか、今はちょうどいわゆる成長期ってやつだろ。だからもしかしたら体のある部分が。ちょっと違うよ。ああ、多分これ見せた方が早いかも。待って。ちょ、また見せなくて。ね、変だろ。そうでもないさ。必ず直してみせる。約束だ。愛しているよ。